いやなんかしやがったで。普通霊かけたらちょっとこうありませんか。霊かけても自分がこう一生懸命霊かけたらこれでちょっとこうあるでしょ。それをやってるのに一生懸命もらってちょっと難儀な方でございます。あのマイクはここにありますので、ね、今日はもうあの恐れ多くも宝塚出身のアンナさんとですね一緒にハワイアンを歌わせていただこうというわけでございます。もう宝塚もやめになってどれぐらいでございますか。もう6年ね。あんまり舞台ではハワイアンは歌われたことは歌ったことないです。歌ったことない、もう、ああそうでございますか。上がってるんですよ。そうですか。いや何を言うの。こちらが言うセリフでございます。間違ったすいません、はい、これでね今日僕ね、はい、ちょっとなんかあのゆんべですかあの4目あの扇風機ねうっかり消し忘れて寝てしまいましてね。で声がねガラガラでねこれ頼ますさ。男っぽくていいですよね。あ、そうですか。そうではもうちょっと前へ行きましたね、はい、それではこれがまたよろしいですな。また雰囲気がね。それじゃあ僕なんかどうですか。サトウキビ畑で働いてる人みたいな。それじゃあ行きたいと思います。どうぞ。ゲストはアンナ淳さんでございます。よろしくどうぞ。アンナ淳さん宝塚時代が乙女でございます、はい、宝塚時代、はい、もう何年ぐらい前、6年前に辞められました。もうそれたちますか、はい、ついこの間ことのようにですけどね、はい、18年ぐらいいらっしゃったんですかね宝塚に。何年ぐらいいらっしゃったんですか。13年か。宝塚70周年のうち13年間をあなたが支えられたんですからね。大したもんですね。ご苦労さんでございました。でまたその後ですね、
まあ、お芝居それからミュージカルいろんなことやっておられますけども、結婚もね、私はもう宝塚時代、宝塚好きですから宝塚時代から見せていただいてましたけども、まさかあなたは結婚する方やと思いませんでしたけどもね。どういう意味ですかそれ。いや非常にこうそういうような感じのない方や、そういうようなことのないことの感じやとはどういう意味ですか。いやそういう感じのしない方ね。そうですか、結婚とかそういうイメージなかったですね。そうですか、私も全然結婚する気なかった。なかったでしょ、ご本人もね、しかし今結婚もされました、おめでとうございます。何年ぐらいですか結婚は。結婚して1年半。1年半、どうもおめでとうございます。まだあのこっちゃの方のお話をねまだ聞かないんですけど、はい、遅いですからね。いやいやいや、たとえ丸子でも一つ頑張っていただきます。まあね、これだけはね、神様の授かるものだから。そう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 、まあできればね、できたらそれはそれは産ませていただくけど、やっぱりできなかったらね、これだけはね。そりゃできなかったら踏ん張ってもね、これ踏ん張って、それは気張っても出てくるもんじゃないですから。これできだからこういうことですか、できたら作る、はい、できなかったらそのままと、自然のまま、自然のままできるようなことを頑張ってるという、できる、まあ、あのとにかくよろしくと。しかしアンナさん、私あの、何回かお会いしましたですけどね、こうじっくり話するのはね、食べなかったでしょ。そうですね、こう手見て私びっくりしましたけど、結構あの立派な手をね。大きいです。手大きいですか、どっちかいて。私ね、小さい時からこうピアノやってたんですよね。ここはね、全部節がこう全部太いんですよ。ねえ、大きい手ですね。指が太い。これ僕びっくりしましたわ。嘘なんそうなんですよ。嘘。こっから合わせる。あ、こっからか。いや同じ。同じ。私手小さいんですよ。本当小さいですね。小さいでしょ。女性らしい手。女性らしい手でしょ。ね、なんかこう。ね、何をやってるんですか、ハリオが。おお、手も足も大きい。足も大きいです。やっぱ手の大きさと足の大きさっていうのは、比例するんですか。比例するんですよ。はあ、足はじゃあ何も24.5。このね、あの華奢なお体で 24.5 言うたらすごいですな。でも、はい、絶対にひっくり返らないの。本当にひっくり返ったことない、はい、ほとんどないですね。人は絶対にひっくり返るようなところでも、どこでも私はガーッとこう指でこう掴むんですよ。だから絶対この手とやっぱりこの足でね、ベタッとこう踏ん張るわけですね。えらいもんですね。これ宝塚では大事なことですよね。あの26段の大階段をですよ。でもね、あの階段の幅っていうのが 24.5 ぐらいしかないんですよ。足だいぶ出てるんですよ。だからね、もうずっと怖いの。はあ、いつもつま先結構出るんです。出るわけですね、階段のね。26段ありますからね。あれ、これであんまりこう下を 見たらいかんわけでしょ。絶対見たら見たらいかん、見たらでも怖いんですよ、見たらかえって怖い。見たら怖いから、はあ、見ないんです。見ない。それでも転ばなかった。そう、あんまり転ばなかったですね。あんまりということは1回ぐらい転ぶ。いや、あのずずっと行ったことありますよ。下まで。でも、いや下までいかん、3段ぐらいずずっと行ったことあるけど、それ下までは行かん。お客さん分かりませんね。いや、分かるん違います。ああいう意識かな思って。そんなことない、やっぱり分かるん違います。ああそうですか。でもちょっとあの拝見しますとですね、この辺りは細いんですよね。すっごい腕細いんです。手首はものすごい細いんですよ。珍しいですね。それで、はい、ここだけ見てる人はこう見るとびっくりするんです。びっくりしました。そらもう私もびっくりしました。ここだけこう見て、こうして見てた時ね、こう本当に僕もこう細い方ですけども、細うてね、これ手張ったけどうわー、ね、すごいでしょ。でも手の演技なんかはあのしやすいからいいですね。こうバッとこう、いやだから男役の時は、もうこうやってやってたからすごく効果的でね、こうやったらこうなるからよかったんですけど、もう私やめて、あの女しかやらないでしょ。そうすごい邪魔なの。手が邪魔で、手が邪魔。もうちょっと上切ったのかな思って。どうやって細く見せようかと、それがすごくまた苦労。2、3本指詰めたらどうですか。本当にね、やっぱりすごい苦労するんですって。苦労する。どういうふうにしたら細く見えるか。そうね。これでまたこの娘役さんなんかね、もう舞台はもういくつ何十になっても娘役しますからね。ね、いや本当、これであんまり娘こんなこと言ってね、人たちお前ことどう隠してるんですか。だからそれはあの、はい、やっぱりこう着物の場合は細くこう細くこうしてるわけですか。こういう感じですね。こうやるとやっぱりこうやるとね、えらいものですからね。こういうふうな感じ。あの初めて今日知りましたけど、目が悪いんですよね。もう本当に悪い。コンタクト入れないんですか。
あのね、音楽学校に入団する試験の日に入れたんですよ。それでね、だから15年間入れてたのかな。はあ、目が弱いのね、うんうん、それでコンタクト入れてるとこう真っ赤になるでしょ。なるほど、入れ歯になりますね。辛くてやめちゃった。コンタクト入れてたら余計またそのおちょこちょいせっかちな生活だった、性格だったら大変だったんじゃないですか。落として落として、どんだけ損したか。ねえ、舞台の上でそのパッと落としたらね、落としてね、分からんようになりますし。で、前はね、まだ下級生の頃は、はい、そうあんまり舞台に対して責任がないでしょ。だから落ちるとね、もう全部もうやめて、もう全部踊りもう途中でやめて、歌も途中でやめて、そう探すんですよ、こうやって。全然人何してようと、何してようと、あ、人がもう一生懸命あの後ろの方で踊ってても、何してようと、もう自分だけはもう踊らんと、自分の世界に入り込んで、もう自分だけ、自分だけでこう探すの。主役の人は叶いませんですな。でもその時ね、5人ぐらいでね、こうやってたの。で、私はこの辺に行ってね、落としたんですよ。でみんなもう、そのみんな他の4人はやってはんねんけど、やったね、バーってやって、あったの、それが。そう、あった。ほんでね、ここは取って、あったーって言うと、客席でうわー、拍手が。客席の人もこう探してるというのは分かったわけやね。それ分かったん違う。分かったの。ほんでこうしてあって、あったーって客席が拍手した。よかったねーいう。そうそう。どんな客席ですか。もうやっぱり宝塚の平和ですね。平和ですな、ね、宝塚もね。ほんでもう本当に家庭的やね。一人の女の子が一生懸命探してるということに、この一生懸命踊ってるよりそっちの方に感動してしまうというね。そうなんですよ。まあ他の舞台そういうわけにいかへんからね。こんなの屋根の上でそんなんやったら森重先生に怒られてしまいますよ。首になりますよ、やっぱり。割とあの、殴したら必死に探すという性格がやっぱり出てますね。そのね、アンナさんの性格。東京でね、寮に入ってました時にね、はあ、あのすごい風邪ひいてたの。ほんでもう鼻をチン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 こう噛んではこう、ゴミ箱にその鼻紙を全部掘って、もうティッシュペーパーの箱ね、鼻柄のティッシュペーパーだったんだけど、全部もう全部一箱使ってもうピチンってやって、その鼻紙ながら目を取って、そのケースがないので、そのティッシュペーパーに包んでそこに置いてたんです。置いてた。同じような包み方です。そしたら誰か全部捨てちゃったんですよ。鼻紙汚いわと思って。汚いわ、もう鼻紙。捨てちゃったんですね。寮のその大きなダスターシュートね、それ全部ボーン捨てちゃって、いや私はレンズがないわって言ったら、えどこに置いたんだ、ここに紙置いてあったでしょ、捨てたっていうのね。捨てた、もうしょうがない。その大きいそのゴミ箱に私全部入っていって、そのまあ花柄やったらよかったんですけど、その花柄の花柄のティッシュペーパーからもう他のティッシュペーパーとちょっと違いますかな。でもやっぱ何百万ありますからね、全部開いてみて。そのゴミ箱の出したシュートのこのゴミだらけの中にいろんなもの捨ててますわな、みかんのヘタとかのそのブドウの皮とかね。全部それ開いて。執念ですね。ありましたちゃんと。あった。ほんならまたみんなで拍手して寮の生徒がみんなで、でもやっぱりの1個高いでしょ。高い高い、何万円するから、うん、ね、貴重品でしょやっぱり、うんうん、だからもう石になってるの。しかしあの大体性格が分かってきました。そう、なんか執念深いね。そんなことないけど、割とね、私ね、B 型なんですね。それで、獅子座なのね。イノシシなの。ほら、いや、ちゃまかちゃ。だからね、割とちょっとつもしんの典型みたい。じゃあ、割とガーッと思い込むとか。ああ、なってた。おお、でもこんな人危ないですよ。他に好きな人おったの、とガーッとこうなったりね。割と思い、思い込むタイプ。思い込むタイプ、それ危ないです。でもこれはだいぶあの抑えられる、うん。抑えとかなあきませんでそら。そういう向こう半おんのにこっちガーまたこれガー、これでまたひょっと向こう半が浮気でもして皆さん、それはもう恐ろしいもんですね。うん、でも別にいいです。うん、そんなは別に。うん、私そんなあの気持ちとかね、そういうのはあんまりやらないですね。そういうのはないけども、こう食べ物とか物に対する執着心がある。あの食べ物にはすごい執着心ある。あるでしょうね。もう小さい頃でもあるでしょう。あの食堂のあのガラスケースのところにベターってついて鼻がこないなりながらあれ食べたい言うて。うん、あのだから小さい時ね、そのシュークリームをね、はあ、昔シュークリームってすごい貴重品だったでしょ。あんまりなかったでしょ。うちの父親買ってきてくれたの。はい。それでそのもうこれ勉強終わったから食べなさいよって言って一つもらって、はい、もらって嬉しくて嬉しくてね、嬉しくて、もう勉強終わって食べようと思って、自分の宝の箱があるんですよ。ほうほう、宝の箱って昨日ほら基地が切れちゃう、紙の箱、ボール箱で作ったね、こういう箱に、うん、もうあのチリ紙に包んで置いてもうそれ見ながら勉強して、勉強して食べようと思って、だんだんそれを忘れて
ほんと1日経ってね、はあ、はっと思い出したわけ。おお、シュプリームと思って。シュプリーム思って、うん、パッと見たらもう夏やってます。カビ生えてます。カビ生えてた。食べられへんの。シュプリームはね、不安はないと覚えあります。だからそういう食べ物の思い出っていうのは、はあ、覚えてますね、やっぱり子供の頃ですね。ねまあしかしそういうね執念がやっぱり舞台とかそういうものに出てくるわけでしょうね。素晴らしいことですよ。それは好きなんです ね、 ね、やってる最中は何も忘れる。忘れるでしょう、はい、もう向こうの子供 も何も、うん、忘れます。忘れます、うん、あっさりした嫁はんなことない。この後またちょっといろいろね、はい、お話聞きますけども、はい、ちょっとここで、はい、いや本当にね、はい、あの主婦業の方もしっかりやっておられまして、いや今は何にもしてませんけど、怪我専用にする、はい、やっていただきたい、はい、寝つきは割と英語でございます。寝つきはね、うん、もう疲れてる時はものすごくやっぱいいですけど、でもあんまり寝起きのいい方では、寝つき寝起きのいい方ではないですね。あ、寝つき寝起きのいい方ではない、うん、難儀な人ですな、うん、この間もあの新聞週刊誌に、ね、出ておりましたけど、お体をねちょっと害されて気付けなんでダメですよ。本当にびっくりしたわ。どこがどう悪かったんですか。脳がですね。脳が、ええ、脳が悪くなった。本当に、あの、脳は、脳自体はね、うん、あのまあ大したことなんてまあいいんですけど、うんうん、脳を覆ってる膜が炎症を起こしたんですよ。脳膜炎症。そう。うんうん、ほら脳膜炎ってみんな笑うでしょ、うんうんうん、あのでもね、うん、いわゆる脳膜炎ですね、うん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 、でも昔だったら本当にもう怖い病気でね、危なかったでしょうね、今は抗生物質がちゃんとあるから、ありますからね、本当にちゃんと治りますけどね、うん、よかったですな。3週間びったり寝ました。あ、3週間入院しただけで、うん、でもね、よかったですね。入院してよかったみたい。よかったよかった、本当にね、人生をゆっくり考えるね、いろいろね、ゆっくりいろいろ考えて、もう焦ってもしょうがない、ね、もうそうそうそう、焦ってあきめんね、うん、もうそない仕事が何なんですか。そうそうそう、ゆっくりね、本当にそう思いました。それ私にも言うてください、それ、うん、それ仕事ばっかりせんと、もう本当にそうよ。そうそう、もうね、あの休むっていうことはね、やっぱりあの、まあ、私の場合はやむを得ずだけど、あの本当にやむを得ず入院っていうのは、私、あ、神様がくださったお休みだなと思いました。やっぱり自分をこう見つめる時間っていうのは絶対いると思うんですよ。大事ですよね、うん、お互いに一つ体大事、ね、そう、本当に頑張ってください、はいはい、本当に頑張ってください。はい、頑張ります、はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。もう今はすっかりいいんですか。もう膜の方は、膜の方は、膜ってどこ、あ、脳の膜、脳もみんな結構、ね、大丈夫なんですね。大丈夫です、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。あ、そうですよ、これ忘れてますね。キスせなきません、ね、宝塚時代はこういうことはね、やってはいけないことになってたでしょうけども。いいえ。え？誰と？いえ、あまりキスしたらいかんことになってましたよ、宝塚時代。え？そんな方、え、そんな決まっ、やっぱりいけませんやろ、スターは。そうなんですよ、私やってましたけど。やってましたよ。あんまりそういうこと言わんように。あ、そう。一つお願いします。正直やから。よー、はい、どうしたらいいんですか。こうやったらよろしいの。こうやったらいいだけ。そうそうそう、ガチャガチャするわけ。そうそうそう、それで相手を倒したらよろしいんだよ。負けたらキスせなきませんね。わかりました。じゃあ行きましょうか。どないしましょう。はい、よー、ちょっと待って、違う、せわしでした。性格出てますな。あんたもうちょっと落ち着いてやったらどうなんだよ。せわしない人です。このこっちは何にもしてないのに、手離してもうみこほっと見たらもう自分でバーなんでそんな性格ですか。もう一回やりましょうか。はい、わかりました。よーい、ちょっと待って、うん、よーい、ドン。それなんで骨弁取るの。いや、よろしいよろしい、骨弁ついても、うん、どうしたらいいの。どうでもよろしいやろ。宝塚時代からやってはったからよう分かってましたから。もう、はい、はいはい、どうぞ、どの辺にどの辺に
そんなあんねどの辺にどないしてって聞かれても私も、うん、あのねちょっと待って、はい、マッサージじゃないのよ、ね、ほらもうあの立て行きましょうはい、早くしないと時間時間ないよ。ちょっと待ってな、女の方から早く早く。こんな早くしてください。早く。早いな。ということで。安大淳さんでございました。どうも。